ダニエル・ビュラン、2014ダニエル・ビュランはフランスのコンセプチュアルアーティストストライプ柄を使用したインスタレーション作品で知られる時にアブストラクトアートやミニマルアートとしてカテゴリー分けされる彼の代表的な作品は一定の幅のカラーのストライプ模様を使ったものである作品は主にサイトスペシフィックインスタレーションであり歌詞表面と建築空間との統合を目的とし それは特に歴史的、ランドマーク的建築物において発揮される。1960年パリのエコールナスヤナルサプザー・アイア、デメチエ・ディ・アートを卒業。1960年代初期には、絵画制作を開始。1965年に、カリブ海、バージン諸島線と黒い島のグレイプトリベイホテルでの、フレスコが制作依頼を受けた際に、垂直のストライプ模様を残した。 白と一式のカラーで構成され、それは彼のトレードマークとなった。フランスで一般的に使われている日よけ用のキャンバス地に由来するこの8.7センチメートルストライプ柄は、サイトスペシフィックな作品において状況とアートとを視覚的に関連づけ、空間そのものではなく空間における言語の形態として用いられている。ストライプ柄を視覚的装置あるいは、 見るための道具として示すことにより、ビュランは鑑賞者を芸術に関する伝統的な考えに対する批評的な観点へと導いている。ビュランはストライプ柄を無断のパブリックアートとして使い始めた。1968年に行われた通称アファイチス・ソバージュにおいて彼は何百枚ものストライプ柄のポスターをパリ中に貼り、その後100カ所のメトロの駅に匿名で貼った。 1970年6月、ビュランはストライプ柄をロサンゼルスのバス停のベンチに無許可で貼り付けた。1968年にミラノで行われた最初の個展ではストライプ柄でギャラリーの入り口を塞いだ。このアイデアを延長させ、1971年のグッケンハイム美術館での展示ペーンツレスカプッチャーでは建物の吹き抜けを仕切る6階分の巨大な垂れ幕を 制作した。1973年の NY での最初の古典ウィズ・イン,ン・ビヨンド・ザ・フレームでは、ギャラリー内から外に向かって、向かいのビルまで19枚の白黒のストライプ柄の布を吊るした。9枚は、ギャラリー内、9枚は外にあり、中間の1枚は、展示期間中取り外された窓枠の中間地点にある。1977年。 ビュランは1969年に制作した作品の一つを切断し、ワンペインティングインフォーエレメンツフォーワンウォールという新たな作品にした。これは一枚の壁の四隅にかけるように作られたもので、何もない壁、扉や窓のある場所、さらには他の作品がすでにある場所にも展示することができる。コンセプチュアルアーティストとしてビュランは伝統的な美術館とギャラリーシステムに抗議し、 また同時に高い需要とともに成長してきた。このシステムを通じて、視覚的そして空間的な大胆さを持って、作品を提示してきたとみなされている。1960年代からビューランは、アメリカ、ベルギー、フランス、ドイツなどにおいて、高級的なサイトスペシフィックインスタレーションを制作してきた。1986年には、パレロワイヤルの中庭に3000平方メートルの、 インスタレーション作品レッド・プラトーを制作。通称、コリンズ・デビューレンと呼ばれている。この作品は、歴史的建造物とコンテンポラリーアートの統合に、関しての議論を巻き起こした。1993年ジャンピエール・レイノートの、コラボレーションで、ルーブル美術館のカフェリ主流において、インスタレーション作品ポーザー、リポザー、エクスポザーを制作。 1990年代からはさらに建築的なインスタレーションへと発展し、展示場所はシティセンター、公園、美術館全体、浜辺にまで及ぶ。ニュージーランドのギブズファームで制作されたグリーンホワイトフェンスでは、牧場の起伏に沿って、フェンスの役目を果たすポール状の立体作品を4メートルごとに設置した。2004年のフランス中国文化年において、 北京の天壇で、デール・アズール・エイユー、テンプル・ジュスイエルを制作。2009年には、カリフォルニア州パサデナにおいて2000枚以上のフラッグを用いた、エーレインボー・イン・ザ・スカイを制作した。ビューレンは、エルメスと繰り返しコラボレーションを行ってきた。2000年ブルッセルにて、エルメスの最初のギャラリー、ラ・ベリエールのオープニングを飾り、その後ソウルのアトリエ・エルメスのオープニングにあたって、 フィールトラコローレスというカラーパネルを使った作品を制作した。2010年には彼の限定版として写真とストライプ模様によるスカーフをデザインした。これには1950年代からフォトス、スーベニアズシリーズで撮影されてきた世界中の自身の作品や旅行の膨大なドキュメンタリー写真が使用されている。2013年春夏コレクションにおいて ルイビトンとコラボレーションを行った。ボイル、とある、とある、ボイルは1975年ベルリンで行われたパフォーマンス。まずキューティーのオプティミストに一番隅の2本の白いラインだけが白くペイントされた宮点のストライプ柄の骨布が取り付けられ、ボートレースが行われる。その後美術館において9枚の穂がレースの着順に左から右に向かって展示される。このパフォーマンスは その後数回にわたって各国の美術館で実施された。1982年イタリアのジェナッツァーノで行われたグループ展において最初に始められたラザッテラ・ディ・ベペイレイとクルールズ・スウルピシースは1時間にわたるパフォーマンス作品。作家の指示により5人の出演者がストライプ柄の紙を貼った後に一部を剥がしていき、観客は色がレイヤー状に出現する様を目の当たりにする。 ありがとうございます。